今日はですね、ビッグゲストに来ていただきました。ビッグゲスト、はい、この業界ではお化け探知機バケタンといえばね、もう知らない人はいないと思うんですけれども、生みの親、はい、開発者のソリッドアライアンスの川原社長に来ていただきました。よろしくお願いします。生配信ちょっとお付き合い、はい、よろしくお願いいたします。ドキドキしますね。あ、そうですか。いや、もう今日ね、いろんなお化け探知機バケタンをちょっと持ってきていただいたんですけども、こういうものだったりとかね、これ UFO 探知機ね、はい、お化け探知機のバケタン、それから僕も持ってるんですけれども、会社に置いてあるね、このわらし、異変があった時とかに赤く光ったり、なんかこういいエネルギーが来てるときは青く光ったりとかってされるんですよね、はい、こういうね、さまざまなもの、まずですね、はい、このお化け探知機、これはどういうものなのかという、まずお化け探知機というのは見えないものを見つけようとするので、はい、見えないわけですよ。まあね、可視化できるね、霊感があって見えるとかいう人は別として、はい、そうですね、一般の人はまあ見えないわけです、ね、見えないエネルギー。じゃあどうするかっていうと、はい、お化けがいると何かが起こるであろうという、はい、その起こるであろうというところを検査していく。ね、でそこをこう検査することによって、検証することによって、あの間接的はではありますが、はい、何かそこにいるんじゃないのっていうのが基本的な考え方なんですね。あ、いるであろうと仮定するっていうことですか。そうです、そうです。でそれを測る方法っていうのは、はいはい、全く素人なんで分かんないんですけど、はい、どういう理屈というか理論でこのそれを測定しようと、はい、思われてこういうものを作られたんでしょう、はい、まずですね、2004年に遡るんですけど、はい、一番初めにあのお化け探知機として作ったのはこちらの、はい、ゴーストレーダーという商品なんですね。ゴーストレーダー、これちょっとピカピカ光ってます。これは今押して光らせてるんですか。はい、そうです。でこういうふうに指で持ってこうサーチをしていくんですけども、はい、基本的にこの商品と、はい、あの現行のこのバケタンとは、はい、全然あのサーチの方法が違うんですね。あ、違うんですね。違います、違います。でこのゴーストレーダーっていうのは何をしてるかっていうと、はい、人間自体をその霊に対してのアンテナということで、はい、あのまあ、霊現象がある時って人間にも影響があるでしょうと。なんかちょっと重くなるとか。そうです、肩が重くなる、ね、寒気がするとか、頭が痛くなるとか、はいはい、そういうふうなのを人間はアンテナとしてあの検知をして、はい、でそれで同時にその物理的な変化が周りで起こってないかと、はい、いうことを確認してるんですね。おー、人間の身体的なものと、まあ、周辺の物理的な変化っていうのがシンクロしてるときに、じゃあちょっとおかしいよね、何かいるから自分の体に影響して物理的に変化があるんじゃないかということで、はい、お化けがいるんじゃないかっていうのが一応基本的なストーリーなんですね。これはもう今は発売されてないんですか。もう発売してないですね。レアですね。じゃあ激レアで、2004年ですからね。もうこれはどういうふうに、何か例えばお化けがいるであろうという時はどういう反応されるんですか、はい、これですね、あのいよいよまあここに乗せて、指がその自分の身体、はい、体をちゃんと置いとくってことは大事ってことなんですね。そうですね、指を置きまして、はい、でこの中にですね、この玉の中に実は小さな磁石が入ってるんですね、はい、小さな防止磁石が入ってまして、はい、この周りにあのコイルがありまして、はい、でそこに電流をあのパルス状の電流を流しまして、磁石を動かして、はい、場の状態を見てます。でその身体的な変化と、はい、この磁石のところがシンクロするような動きがあった時には、はい、この表示画面のところでですね、はい、いろんなパターンが出るんですね、はい、でいろんなパターンで、例えばそのお化けの特性として場所を動いてないとかですね、はい、移動特性があれば場所を動いてるとか、はい、あの人間の体に対してネガティブな影響があるとかポジティブな影響があるとか、そういうのをこういろんな組み合わせということで、あのパターンで表示をするということです、ね、それはなんか説明書かなんかがあって、はい、それを見ると対応して、はい、一番やばい時とかってどうなるんですか。こう真っ赤に光ったりとかするんですか。そのなんかビビビビって音が鳴ったりとか、あの上から逆さずりのお化けのようなものがこうスーッと降りてくる。あ、そういう光り方をするってことですか。はい、そうですね。ありますね。これ川原社長は理系なんですか、そもそも。理系じゃないです。あの私はどちらかセールスマーケティング系ですね。はい、なぜこういうものを作ろうと思ったんですか。これはあのうちの母方の家系がですね、はい、
やはりちょっと見える家系。あ、もともとそうなんですか。で、まあ、そういうふうなのもありまして、常にこう見えない世界っていうのは身近だったわけです。はいはい。で、自分自身はどちらかというと IT 系の仕事をやっておりまして。はい、へー。IT って言っても、そのかなり早い時期ですよね。そうですね。もう1980年代後半から。お、それ、そんな時期からもう。そうです、そうです。ハードディスクやって、その後は半導体やって、はい、で、メモリーカード。の、 あの事業をこう立ち上げるということで、で、まあ、一応独立することになったので2002年から、はい、まあ、初めはそのメモリーカードとか、はい、そういう今までやってきたことの延長線上をやりだしたんですけども、はい、まあこれちょっと面白くないなと、やるんだったら自分のオリジナルの商品やりたいなと。そこがこう噛み合ったんですね。もともと見える家系のにお生まれになって、でかつそういうことをやってたのを掛け合わせようと。そうですね。で当時あの USB メモリーで、はい、あのオリジナルの形した USB メモリーって今たくさんありますけど全くなかったんですよ。はい、なので、はいはい、まあ、メモリーカードとか USB メモリーの世界で、はい、どうしてもあのデータの容量とか、はい、パフォーマンスとかで全てが決まっちゃうので、はい、だったら面白くないねと、はい、もっとぶっ飛んだ商品やろうということで、アヒルの形の USB メモリーとか、はい、お寿司の形の USB メモリーとか作ったんですよね。先駆けだったんですね。そのいろんな形の USB メモリーを作られて、はい、最初はそこにお化け探知機とセットのあれだったんですよね。USB メモリーを作られたんですよ。そうです。まあ、USB メモリーは USB メモリーで別でやってたんですよね。はいはい、で、今度はやっぱりどうせやるんだったら、あの自己完結する形で USB メモリーってあくまでパソコンがあって USB メモリーじゃないですか。はい、でもやはりここの自分のところの商品で完結のものを作りたいなと思いまして、はい、じゃあお化け見つけるかということで、お化け探知機を作ったんですね。で、作ったはいいんですよね。はい、売る場所なかったんですよね。確かに画期的すぎるし。そう、そこ考えてなかった。だ天才なんですよ。いつもお話しさせていただいて、なんか先の先行ってますよね。いや、先の先は抜けてるからね。大変だったんです。それ売るとき どうされたんですか。これ見ていただくって分かるように、はい、ここ USB メモリー元はついてる。もともとここにちょっといいですか。はい、ここにこう USB メモリーがついてる、うん、で、このそっか、 USB メモリーでありながら、これはですね、これもそのゴーストレーダーとしても使えるってことですか。お化け探知機じゃないですよ。違うんですか。いや、あのお化け探知機能付き USB メモリーなんですよ、ね、なるほど。なので、あの家電量販店さんのですね、はいはい、あの USB コーナーでドーンと売っていただいたわけですよね。なるほど、はい、USB メモリーですよということだと売る場所があると。そうです、そうです。お化け探知機売る場所ないですか。今日いろいろね、こういうものだったりとかね、はい、種類いっぱいあるんで、ちょっと一個ずつあのちょっとお話伺いたいんですけれども、うん、いいですね。川原社長は、うん、そもそもは見えたりする時もあるんですか。あの母方がそういうふうな家系だったので、あの感覚的には普通よりはちょっとあるかもわからないですね、うん、なんか来たなとかね。面白いのが、はい、あのでこれ他の方もおっしゃってる方いたんですけど、はい、霊能力ある人と一緒にいると自分の能力が高まると。あ、分かります。それはそれあるんですね。超能力合宿っていうところをその番組でやって、はい、そこでいろんなその能力者、まあ、秋山さんっていう方が、うんうんうん、秋山先生があの陣頭指揮を取って、うん、そのパワーがあるとされるメンバーと一緒にいると移ってくんですよね。強い人から何かこう伝播して。で、私の場合はその気配はすることはあったんですけど、うん、はっきり見たことがなかったんですが、はいはい、あのうちの母親と一緒にいるときに、ちょうどこういうふうに横に座ってるときにですね、はい、うちの母親がいきなり、あそこに人がおるって言い出したんですよ。8月15日の真っ昼。わまさにお盆の。びっくりしましてね、はい、で、私自身も全く同じ、あの紺色のスーツを着た、はい、ダブルのスーツを着て髪の毛を、まあ、センターで分けてる、はい、あの若い男性で顔だけ見えないんですよね。え、顔なし、顔なしで顔は全部見えるんです。この6メーターか8メーターぐらいの距離なので、顔は見えるはずなんですけど、はっきり見えないんです。で、それを見た時にあーと思って、それが一番初めて最後ですかね、一番はっきり見えたのは。要するに幻覚で言ってるだけじゃないんですよね、そういう世界っていうのがあって。やっぱ母親も全く同じものを見てますからね。答え合わせできるんですよね。そうです。母親はね、あの黒い服だって言ってました。
私は紺に見えるんですけど、紺、でもほぼほぼ同じですからね。はあ、じゃあそこからより追求してというか、うん、やっぱりその興味はずっと持たれていて、そうですね。でこういうものを、そうですね。先ほどの話で、まあゴーストレーダーっていうこの化け探知機を作ろうと思ったんですけど、はいはい、実際どう作っていいかわからないじゃないですか。全くわかんないですね。はい。でまあそういった時に自分自身でコンセプトはきっちり考えるんですけど、はい、それを具体的にどう商品化するしたすればいいかっていうのはわからないわけですよ。はい。で当時私まあ IT 関係の仕事をやってたので、はい、某S さんっていうね、今有名な家電じゃないですね、まあウォークマンとかやってるような会社とか、あと某 P さんね、大企業大企業のね、会社さん、まあ、昔 M さんって言ってましたけどね、はいはい、あとは日本 I さんみたいなね、その3社の先輩方が個別にですね、はい、まあ私、まあ、こんな暴走してますんで、こんなお化け探知機作りたいんですよ、あ、じゃあここはこういうふうにした方がいいよ、回路をペペペッと書いてくれたりとかですね、あ、そういういろんな方の協力があって、そうなんですよ、ある意味究極のね、日本のね、そういう S さんとP さんと日本 I さんのコラボレーションって絶対ないですからそっか、すごい、出来上がったのこれですから、すごいっすね、夢がありますよね、もう今時効ですから言えますけどねS さんに関してはだって超能力研究をすごいやられてたんですよね、はい、聞いてました、聞いてました、かなりのお金を入れてね、はい、はあ、すごい、うん、これがその最初にじゃあ出した時の売れ行きとかはどうだったんですか。まあ、プレスリリースも出してかなり変なものだということで、はい、いろんな方試していただきましたね、はい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 、かなり数は出ましたね、とおすごいっすね、高かったんですけどね、あ、値段おいくらぐらい、1万5000円ぐらいだったと思います、1万5000円、まあ、USB メモリついてますから、ね、まあそうですよね、でも USB メモリですからねでも今のねバケタンってお安いね、お安いって言ったらあれですけども、そうですね、一時、まあ、これもまあなんていうんですかね、値段ものすごい下げた時もあるんですね、はい、安い時は USB メモリーなしで1980円で売ってる時もあったので、あ、そうなんですか、値段もぐちゃぐちゃなんですけど、これ今ネットとかで買ったら残ってるやつは高値ついてんじゃないですか、これはないですね、もうね、ないです、うちにもないですからね、すげえ激レアですね、初代激レア、はい、激レアです、はー、そして2代目はいつぐらいに出されたんですか、はい、この後その2005年、2006、2005年かな、4年、まあ、5年に出してて、これを出してですね、はい、これがまあサイズが大きいねということで、まあ、これでも小さい方ですけど ね、まあ、ね、当時携帯ストラップってすごい流行ったんですよ、あ、流行りました ね、ガラケーでみんな携帯ストラップついてんのみたいな、はいはいはい、キティちゃんのいっぱいつけてる人がいたりとか、そうですそうです、ありましたありました、でじゃあ携帯ストラップのサイズにしようということで作ったのはこちらのバケタン初代です ね、はあ、ね、これが初代なんですね、ゴーストレーダーがあって、ゴーストレーダーはバケタン、これはお化けタンで、バケタンの初代ですね、これ僕持ってましたね、ありがとうございます、ここ押すんですよね、確かに、そうです、この真ん中のところね、これもね、これ限定版、限定版かっこいい、キングボタンを押すと、押すとね、はい、どう押すとどうなるんですか、今押してもいいですか、あ、これ入動かない、電池入ってない、でこれはですね、まあ、このゴーストレーダーを作った時に、はい、いろんな回路が中に入ってて、まあ、そのまま作れないねっていう話になったので、はい、じゃあどういうふうにしようって言った時に、うん、地球意識プロジェクトって、その乱数の偏り、あ、乱数の偏り、超常現象っていうか、超心理学でいろいろ研究されてる方とかはははは、はい、大きな、世の中で大きな出来事とか、うん、例えば感情とかに反応して、その乱数の偏りが発生するっていう研究があったんですね。はははまあ、そこにちょっとヒントを得てですね、乱数の偏りでお化けがいるかどうかっていうのを判定しようよということで、ちょっと私の方で考えたのが、このバケタンなんですね。要するに測定方法は全然違います。この乱数って簡単に言うと、そのあれですか、僕の解釈間違えたら言ってほしいんですけど、サイコロとかを何回も振ってって、はい、その出目が偏る、一つのものばっかりが集中して出るとかっていう、その偏りを見るってことですか。そうです、単純に言えばそういうことです、ね。はあ、911の前とかにもその乱数がすごい偏ったって話ありますよね。そうなんですよね。それを測定するものをこう開発されたと。あ、これはあちらの方の乱数っていうのは1秒間に例えば100万回とか何百万回それ以上の回数で乱数を偏りで見てるんですけど、はい、これはあくまで本当に何て言うんですかね、すごいシンプルなものなので、はい、そこまでの乱数の偏りは見てないです。でも一応偏りちゃんと出る。そうです、基本的な
発行した卵巣に対しての偏りを見て判定をしております。はこれは未だに売ってるんですか？あ、売ってないです。もうこれは初代のもの。これも初代なんです。ただ基本的に今、はい、あの販売している商品も基本的に我々呼んでるバケタンアルゴリズム、バケタンのそのアルゴリズムを使ったものになります。はあ、はい、要するに場が偏った時にいろんな光が出ると。そうですね、卵巣の偏りがあの特殊な偏りになった時に、そこで光るということにはなってますね。この今のこれ僕も持ってるんですけど、はい、これ今電池入ってます？それは入ってないです。これは初代のまた、あで順番でいくと、でまあ一応これがですね2005年に発売して、これはすごい出たんです。ものすごい数が出で大ヒット、はい、ストラップにね、おかげさまで、ストラップでくっつけて、かつお化けが探知できるよって言ったら、うん、まあね、その時代のやっぱり、面白いですね、USB の時代は USB やって、ストラップの時はそこにうまくこう、くっつけて、そうですね、全然気にしてなかったですけど、まあこれ、すごい出たんですよ。はいはいはい、で、その次にですね、十数年ぶり。にまあ、これ自体実際コツコツ売ってたんですけども、はいはい、あのきっちりリニューアルをしましょうということで作ったのがこれですね、バケタン霊石というやつですね。バケタン霊石、はい、これはあのよく言われるんですけど、菊さんがすごい詳しいと思うんですけど、はい、意思って霊が宿るとか、うんうん、意識が宿るとかっていうじゃないですか。意思は意思そのものであるとかね、はい、ありますよね、はい、ですからそういうふうなことをコンセプトとしてデザインしたのはこちらの、はい、バケタン霊石っていうんですね。はあ、これねよく最近の、バージョンは、はい、レンチが入ってるのがあったらこれ霊石、この場合こうやって押してって色が8回数秒後に変わって最終、これ今緑ですよね。そうです、最終的に緑に光るときは普通の状態、普通の状態、場が普通の状態ってことですよね。はい、まあ、普通の状態です。で、ちょっとここおかしいんじゃないかとかっていうときに押して、はい、最終的に今みたいにちょっとこう何回か光った後に赤くなるときが偏ってる状態です、はい。そうですね。で、順番でいくと、まずこの霊石シリーズっていうのがですね、はい、実はまあボルチェンついてるモデルで、はいはいはい、これ同じように見えるんですけど、全然別物なんですよ。はい。で中の電池が半分であったりとか、はい、まあ、機能的にも、継続サーチモードっていうのがなかったりとか、まあ、これ前のバージョンでこれはもう販売終了終了してるんですね、はい、継続サーチモードっていうのは要するに押してない時でも光るってことですか？ちょっとややこしいんですけども、このバケタン自体はですね、サーチ機能っていうのは3つありまして、はい、1つはですね、ボタンを押して測定を。測定する。なんかこの場所に今いるかなとかってこうやって押す。そうですね。で、ちょっと待つ。待つ。8回色が変わって、最終の色が測定結果ですね。これは今なんだ。うん、今青か。いや、最後。あ、緑。大体、緑です、ね。はあ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 。で、これが最終結果です。これはボタンを押して、わざと押して、なので、はい、手動サーチモードです、ね。はいはいはい、手動サーチ。もう一つがですね、これ自体がですね、実は10分に1回、何もしてなくても、周りの状態をサーチしてるんですよ。あ、そうそうそう、何も押してないのに光るときありますよね。そうです、そうです。それが結構肝なんですけど、はいはい、10分に1回、プログラムが自動的に走って、異常があるかどうかっていうのを判定してます。で、何もなければ、光らないです。何にもないときは光らない。何にもないです。で、赤か青のときだけは、光ります。青のときはパワースポットみたいな感じですか？そうですね。卵巣がきれいにばらけている状態で、その場の状態が非常にクリーンであると。で、まあ、人間としても居心地がいい状態ですよね。そうです、そうです。自分の意識や願いが叶いやすい。リラックスできている状態、はい。場がきれいな状態のときは青く光る。はい。青く光ったときに、じゃあ願掛けしたり、なんか願い。ちょっと意識したりするといいかもしれないですね。そうですね、場の状態はクリーンなので自分の思いが叶う可能性っていうのはあるんじゃないかなと思ってます、はあ、で赤の時はちょっと気をつけるみたいな。赤の時はやっぱりこの集中していることを表しているので、そこに何かが存在しているのか、自分の意識がすごいテンションが上がってて何かこうすごいフォーカスした状態なのか、いずれにしろその場の状態の変化っていうのを卵巣で測定しようという。当然ながらお化けがいる可能性もあるわけですね。そうなんですよね。なのでこれ、まあ、お化け探知機とは言ってますけども、分かりやすければその場の状態を判定してるガジェットですよっていうのが正確な言い方かな。これ実際にその
肝試しじゃないですけど、その霊が出ると言われるような場所でやばいなっていうところでやっぱシンクロして赤く光るとかっていうことは相当あるんです。ありますよ。もうあんまりあれですけどね。ですよね。これね、私はこう商品作るときに実際心霊スポットもむちゃくちゃ回るわけですよ。もともとその興味が好きだったんですか？行ってましたからね。もう本当に日本全国があちこち、日本だけじゃなくて海外も回りました。あ、海外の心霊スポットも含めて行きましたね。これを持っていくわけですから、あの試作品を持ってて、もちろんです。でこの前にデータローガーっていうのがあってね、はい、データ取るやつもあるんですよ。完全に出来上がった商品じゃなくて、はい、まあ、そういうのもあるんですけども、でいずれにしろこういろんなところでサーチしてる中で、あの名前出していいんですかね、うん、鈴ヶ森形状跡で、いやもうやばいっすもん。そこはね、あそこだからちょっと、そうか、あんまり言うのあれだけど、そこが通るところの電車には俺なるべく乗らないようにして。あ、マジですか？あそこの、あそこはちょっとびっくりしたことあります。いや本当にねきついっすよね。あそこね、10人ぐらいで行った時にね、みんなそれぞれが爆弾持ってるわけですよ、はい、で10人中7人ぐらいがいきなり赤が映画的に光った時にはさすがにびっくりしましてね、プログラム上そんなことはほぼ起こりえないよねみたいな。いや僕ね、あのパワースポット巡りが好きなんで、はい、あちこち行くんですけど、心霊スポットとか本当にダメで、あ、そうです、怖いし。でそれをずっと行かれてたんですもんね。行ってましたね昔は。それやっぱデータ取るっていう意味もあるし、好きだったってこともある。興味がありましたね。実際にこう幽霊見てやろうとかね、そういう現象を体験してやろうみたいな熱い思いがありました。熱い。変な話、ああいうとこ行き過ぎると、あのねちょっと病気になるとかね、やばいとか芸人間の中で言われるのはよく、そのちゃんとした力がないとやっぱり病気になるっていうのはすごい言われますね。やっぱりそうですよね。人によるみたいですけどね。強い人と、強い人は逆にその心霊スポットに行くことによって、はい、あの味方をどんどんつけていくのかね、うまくすごい人もいるし、逆にこう背負っちゃってしんどくなっちゃう人もいるみたいで、で私の場合はあの基本的にはまあ母方がそういうね見える家系であって、はい、あのその見えないものに対してあのまあ、いつもリスペクトしなさいと。あ、そういうエリート教育があったんだ。それは当たり前だと思うんですけどね。人の家に土足で踏み込んで、はいはい、言うわけにもいかないですからね。はい、ですからやっぱりこうちゃんと礼節を重んじして、入るときにはごめんなさいと、さっさと帰りますと、うん、で今日は仕事できてますと、はいうことで、そういう気持ちはちゃんと思っては言ってたんで、全然影響はなかったんですけど、やっぱりね、そういうのが 大切だと思いますけどね。気持ちの問題ですよね。じゃあそんなにしんどくなることとかはあんまなかった？全くなかったですね。もともと強いんだ。はあ。じゃあサーチモードの話を。はい、サーチモード、はい。で、そういうことで自動サーチモードっていうのがありまして、はい、で3つ目の サーチモードっていうのがですね、はい、これは霊石の回シリーズ。これ一つ前のボールチェーンの霊石にはついてない機能なんですけど、はい、これダブルクリックするとですね、はい、これ緑がちょっとずっと光るんですね、はい、でこの緑が光るのはさっき の自動サーチの場合って10分に1回って言ってましたけど、はい、これはもうずっと今ランス何回も何回も出してるんですよ。ダブルクリックしたらずっとですか？ダブルクリックでこう緑が光ってる間はだいたい5分ぐらい光るんですけど、はいはい、ずっとこう回してる状態になってる、はいはいはい、なので例えばこのまま持った状態でいろんなスポットとか、はい、こう歩いてもらうとアラームが鳴る時があるので、その場がやばいっていう時によりなんかこう場所の特定とかできたりするっていう。そうですね、まあ、歩きながら使えるということで。はあ、ちょっとこれもう一回分かるように見せて、はい、これ切るときはどうするんですか？切るときはもう一回ダブルしたら、はい、もうこれで止まりますから。ということでこの機能が搭載をされております。これ今もじゃ あの自動でなんていうんですか、その自動サーチはずっとされてるってことですか？そうです、自動でサーチしてます。ちょっと見えるところに置いとくと面白いかもしれないですね。あ、そうですね。なんか光ったりするかもしれないですもんね、この使ってないから。この会話の最中にも。で、その、はい、リニューアルするまでは結構 10年、10年でしたっけ？十何年か。十数年ですね。それは何か理由あったんですか？その、いや、特に何もないですね。他の仕事忙しかった。他の仕事が忙しかった。そして、はい、この次のモードっていうのは何かあるんですか？はいはい。それでですね、まあ、これ、霊石回シリーズということで。回って改めるって意味ですよ。改めるっていう字ですね。はい、改めるという字ですね。これ、回持ってるって人いますよ。空と回持ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。
で、これはですね、はい、今4種類出てるんですよね、このシリーズでは。はい、分かりやすく言えば、白 の, あのベースになる貝っていうものと、はい、あと、クーというブルーのもの。はい、で、これピンク。これはサクラ2と言います。はい、それともう一つ、一番最後に出たのがこのゲンという。かっこいいですね、これゲン。はい。クロートのゲン。そうです。黒ですね。ということで、この 4つあのシリーズがあります。これは色が違うだけですか、ゲンは。中に入ってる石が全部違うんですよ。あ、石が違う。そうそう、これね、中にね、石入ってるどこに入ってるんですかって聞かれるんですけどね、ここのところのね、3つ、あれが出てる。ね。ピンが出てるとこの間に入ってるんですよね。中の何の石が入ってるか企業秘密ですか？いやいやいや、これオープンで。これはピンクのやつはローズクォーツが入ってて、このゲンっていうのはちょっと実験的にヘマタイトっていう磁力を持ってる石が入ってるんですよ。で、それで超常現象ってやっぱり磁界の変化、はい、ね。水晶なんか特にね、そういうものが入りやすいですもんね。ちょっとその辺のところで、あの感度が上がるんじゃないかということで、ヘマタイトっていうのを採用。むしろ夢のような仕事してますね。ここまで来て、はい、それから、分かりやすく言えばこの2つ。出ました。が出ましたね。で、1つは、わらし。で、これ、霊界コミュニケーションロボットっていうんですけど、霊界コミュニケーションロボット、わらし。もう大切なことっていうのは、すべて、バケタンのその乱数ロジックを使った、はい、ものがベースになってる、ね。なるほどですね。ですから全部バケタンシリーズなんですね。全てバケタンのシリーズだと、はい、です。で、この子はですね、わらしということで、場の状態を測定して異常があれば喋って教えてくれるという商品です。これちょっと今押せます、はい。こうやってピッ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 って喋ってくれるんですよね。喋ります。この光は今バケタン反応してるの？バケタン反応してるかと聞いてますね。バケタン反応してるの？これ緑、まあ、緑。水色でしたね。水色。うんうん、まあ、割かしだからクリアな。悪くないですね。ずっと緑か水色ですね、ここね。今までは光るだけだったけど、今度はちょっといろいろ喋ってくれるんですよね。そうですね。で、それ以外にもですね、実はここのところに霊体センサーっていうのとですね、はい、中に霊音センサーっていうのが入ってます。霊体センサー、霊音センサー、はい、で、この2つっていうのが新たに、まあ、バケタンにはないあのセンサーですね、はい、追加でセンサーが入ってると。これどういうものなんですか？で、霊体センサーっていうのはですね、人感センサーをプログラム上で改造して、はい、あの異常なこう動きがあった時に、はい、あの検出するんですよ。で、わーって喋ったりするっていう、それも連動してます。はあはあ、で、あともう一つ霊音センサーっていうのが、これ本当に心霊スポット行って分かったんですけど、はい、あのなんか変な感じになってきて、この周りだけ温度下がるんですよね。寒い、寒くなるんですよね。くなるとか言いますよね。下がるんですよ、あれ。不思議なもんでね。で、そういう場所があるんですよ。はい、で、やはりいろいろ調べてみると、超常現象っていうのはその温度低下を伴うというのがありまして、単に温度が下がるだけじゃなくて、ちょっといろいろあのデータ取りながら、この時間範囲でこんだけ下がったらそれ以上とみなすとか、まあ、そういうプログラムっていうのを組み入れてですね、霊音と霊体ということで新たなセンサーを追加してます。これなんでなんですかね、寒くなるって。向こう側の世界になんかエネルギー持ってかれるんですかね。なんかやっぱり私の最近の仮説だと、ポータルというのがあって、はあはあ、見えない扉みたいなもん、扉があって、で、はい、それで向こうの世界とつながってるんじゃないかなと。例えば UFO もそうだし、はあはあ、幽霊もそうだし、うん、やっぱりそういうなんか扉っていうのが、まあ、世界中にあっちこっちにあったりとか、何かをきっかけにここにスパーンとできたりとか、はい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 、でそれが多分温度との関係っていうのはあるのかもわからないなとは思ってます。だって UFO とかも要するにその我々の、ね、考えてる飛行物の飛び方とかと違う、ポータルからいきなりバンってこう開いて出てくるとかっていう、そっちなんじゃないかっていう話がありますもんね。ついつい人間目線でっていうかの思考で考えて、飛行機と同じような感じで遥か遠くからずっと飛んでくるのかって言ったら、そうじゃないっていうね。そうじゃないんじゃないかなと思うんですよね。なのでやっぱりその UFO とか幽霊とかいろんな超常現象っていうのを統一っていうか、ある程度取りまとめるのっていうのはポータルっていう考え方っていうのはありかもわからないなと思いますね。そうするとやっぱりポータルとやっぱり場の関係、うん、場の状態とか、この場のっていうのはすごい重要になってくるんじゃないかなと思ってて、あ、まあそのバケタンシリーズについてもやっぱりそういうのを発展系として考えていかなきゃいけないなと思ってます。これだから僕、引っ越しとかで新居とか選ぶときに
持っていくといいかなと思うんですよね。使えますよね。不動産の関係の方でまたお持ちになられてる方もいます。いらっしゃるみたいです。やばいとこってやばいですもんね。開けた瞬間うわっていう。ホテルなんか特にこれあれですよね。そのバリアーモードも作れるんですよね。そうですね。基本的にバケタンもそうですけども、バリアーモードっていうのがありまして、それすごいですよね。これを長押しをすると、はい、ピカ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 と光りまして、はい、悪霊退散。悪霊退散って。で、これバリアーモードに入ります。で、このバリアーモードっていうのはですね、バケタンのバリアーモードと一緒で、はい、プログラムの偏り、まあ赤になるきっかけとなるプログラムのそのアナウンスの偏り。はい、っていうのを起こらないようにする機能なんですよ。あ、偏りを起こらないようにすることによって場を整えてくれる。場を整えるというか、まあ、強制的にそれを排除することによって、そういう霊的なものからの影響を受けない状態にしようということなんですね。それもできるっていうのがすごいですよね。バリアモード、そうですね。バリアモード、だから感知するだけじゃなくて、バリアを張るということも一定時間できるという、これだけの機能がついてるんですよ。これ僕も持ってるんですけど、赤く光ってキャーとか言う時があったりとか、あと反対にすごいこう気のいい時は、うん、なんだっけな、空気が綺麗だねとか ね、うん、そうですね、いろんな喋り方するんですよ、ね、そうですそうです。俺一回ショックだったのが、これくじ切り、日曜同社は開陳列大前っていうくじ切りでこう間を払うみたいな喋る時あるんですよね、はい、俺朝起きた瞬間に俺が林平当社会見熱剤全部ってお払いされて、おっさん起きてきたみたいな感じでお払いしやがったんですよ本当に。いやいや、でも可愛くて、そう、なんかだからそういう朝起きる時のこの場っていうかエネルギーがなんか動いたっていう、それも感じするんでしょうね。そうですね。特にわらしの場合は人型じゃないですか。はい。人型なので不思議な話ってすごい多いですよ。え、本当に人型だから声が変わったとかね。これ今こういう可愛い声ですけど低い声になったとか、そういう設定はもともとしてないにもかかわらず、で置いてたら向きが変わってたとか、ね、怖で、まあ私全部プログラム上がってるので、はい、入ってない言葉を喋ったとかね。え、そんなことあります？僕もこれ何種類か言葉聞いてますけど、大体ね、そうなんですよ。クマさんが何とかっていう時あります？あります。ありますよね。ありますね。レアですね。レアですよね。そう、たまにね、すごいレアな、クマさんが何とかだよとかっていう時があるから。これでね、赤と青で、基本喋るじゃないですか。はい。赤と青以外の色で喋ったとかね。これは大体基本赤と青ですからね。緑ありましたっけ？緑ありますけど、自動サーチの時って、赤か青でしか喋らないんですよ。で、白になって喋ったと。紫になって喋ったとか、もう聞いてるとちょっとこっちが怖くなるような開発した人もわからない動きが出る時があるんだと。あと返品で壊れてますって返品されたら再現しないんですよね。え、どういうことですか？全然何も壊れてないんです。壊れてない、でも確実に壊れてるんですよね、その方の。その人からすると使えないというか、だから結構家にいると喋る言葉が馴染んできたりとかもするし、人型っていうのはやっぱ深いなっていうのはすごい思いますけどね。だからほら、お人形とか持つと入っちゃうとか言うじゃないですか。わらしもなんかこう性格を持ち出したりするのかもしれないですよね。あと先ほどのバリアモードの話があったんですけど、はい、このバリアモード、バケタンとわらしのバリアモードと全然違う機能を持ってるのがこちらの守り玉なんですよね。すごい、いろんなのが夢があるなですね。守り玉、これはもうすごいシンプルで、置いてると異常が発生した時に悪い状態だと、はい、その場の状態を相殺するんですよ。出さないようにプログラム上排除するだけだったんですけど、これ場の状態を測定してそれを、はい、あれなんですよね、相殺するんですよ。相殺してくれるってことはだからもうお守りになるってことですね。消しちゃうんですね。で、いい状態で青の状態だとそれを増幅するんですよ。これ俺買おう。これはね、なのですごいんですよ、守り玉っていう。部屋に置いといたらね、置きっぱでね、いいですよ。これ要するにその部屋に出る出ないって、変な話、自分が背負って帰ってきちゃうときありますよね。はい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 。その部屋はもともと大丈夫だと思って入ってるのに、連れてくるときありますからね。ありますあります。連れて帰って。で、なんかやばいっていうときに相殺してくれるんです。相殺します。相殺します。
これ自動でやるんです。これはいいわ。なのでこれすごい電池も大きいんですよね。なかなかこの電池がですね、売ってないというか、こんなに2450ってボタン電池一番ですからね。でもそれだけパワーがいるんですよね。ちなみにこれプラトン立体の二重面体ですからね。パワーがあるとされる形。そうですね。で、ネジ穴を作るのが嫌でね。せっかく綺麗な二重面体じゃないですか。こうネジの穴をわざと作りたくないと。これは私はしょうがないんですけどね。はい、ネジ穴を作りたくないなと思って作ったのはいいんですけど、開けにくいというお客さんの。いやいや、でも、それはそうですよ、ね、こだわりはわかります、その。そうですけどね。慣れてくるとね、こういうふうにね、スムーズにできます。ね、この嵐が今日ね、生放送のちょっと前に赤く光ったっていうから。なんかね、いろんな地震とかも心配だとかっていうね、例えば地震の時なんかもその人々の集合無意識が揺れたりとか、磁場がちょっと変わることによってなんかこういろんなエネルギーが伝わってくる体感が出る時とかってあるじゃないですか。当然ながらそのお化けとかいうことだけじゃなくて、そういう場の変化っていうものも察知するわけですよね。バケタンをですね、地震予知にお使いいただいている方ってたくさんいらっしゃるんですよ。今ちょうどコメントで、ありがたい話なんですけど、地震の時に赤くなりましたって出てる。あるんですよね。で、私自身もそれは全然想定されてなかったので、たまたまというか、はい、たまたまそういう形でお使いいただいてて、うんうん、そういう現象があったということなので、まあ、これすごい考え方からするとね、普通商品って、はい、これ家電やられてる、設計やられてる方とかも話してても、はい、みんなノイズってね、ノイズだったら嫌じゃないですか。テレビもぐちゃぐちゃってなったりとか、鏡ぐちゃぐちゃってなったら嫌でしょ、はい、で、通常の考え方っていうのは、はい、ノイズを取り除こうっていう発想なんですよ。はあ、はあはあ、で、私の商品っていうのは、我々の商品っていうのはノイズをあえて拾おうぜと。ノイズがね、ノイズを拾おうぜっていう発想なので、サムシングなんかおかしい。そうサムシングストレンジを拾うってことですね。そうです。全く反対の発想なので、うんうんうん、まあ、そういった意味ではその地震の前後にそういうなんて地殻変動によって何かそういうノイズ的なものが発生するんであれば、それはバケタンとかうちの商品が拾ってる可能性はゼロではないなとは思ってます。ただそれはきっちり全部は再現できているわけではないので、うん、我々としては正式にコメントをするわけにはいかないんですけど、まあそういう使い方もあるんじゃないかなとは思います。そして実際そういう使い方されてる人もいると、うん、ありがたいですね。いろいろこう検証していただければ楽しいというかね、地震に関してはね、そういうのができれば、いやね、人命のあれにもなりますし、合同性の本年のね、節分前のまだ合同性年で冬土曜ですから、今要するに破壊というか業のエネルギーってまだ満ちてて、最近体感がすごいんですよ。なんかね、これ地震起きるなっていうか、僕の見分け方なんですけど、腹立つこととか特にないのにずっとイライラしちゃうときって、ざわ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 するし、ね、眠れないとかって、うんうんうん、なんかどちらかというと不安感というよりイライラ止まんないときがあるんですよ。でこういうときって大体なんかちょっとした後に揺れたりするときがあるんですけど、最近その体感がやったら強くて、でも何にも起きてないっていうのが怖いですね。変だなって思ってて、帰って、ね、でまあ、ちょっと話脱線しちゃいますけど、で23日24日って特異日って言われて、よくね、大きな事故が起きたりとか超常現象が起きたり、ね、天才の類が起きやすいと言われるマジックナンバー、うん、23、24日で、今日1月の23日ということでね、うん、なんかその辺も含めてこれをやってるのにもなんかちょっと意味があるんじゃないかなみたいな、最初あったんですよね。我々の共通の知り合いで、うん、ロンバートという、うん、アメリカのサイキックがいて、うん、ブラッド・ピットの顧問霊能者されてたんですね。セルシー・グラマーとかブラッド・ピットとか、はい、で川原さんはそのロンをずっとマネジメントされてたんですよね。そうなんですね。ですよね、はい、独立されてからその動きが面白くて、うん、こういう開発だけではなくて、そのね、超有名な一流サイキックのマネジメントされてたと。で結構もうずっと仲良しでいろいろいろんな、うん、まあ、ご縁があったんですね、はい、で僕がこのサイキック芸人だとかっていう活動をするきっかけになったのが TBS の特番で、うん、芸人を山に閉じ込めて過酷な修行をさせて超能力者にするっていう正月特番のプロジェクトの特番の生徒だったんですね。で
監修秋山誠先生がされてたんですけども、うん、その総括全体的なそのなんていうんですかコンセプト考えたりこういう風にしていこうっていうことで総合監修に入ってたのがロンバートだったんですよ。もちろんロンにあったこともあるしもう亡くなってしまったんですけど ね、 そうですよね。亡くなる直前に僕はちょっと前に六本木でロンと、うん、たまたま再会したりして、で今僕が仲良くさせていただいてる女性のね先日生配信でこうやった小杉さんっていう方とかね、デートナーでお世話になってる方とかロンバートの知り合いのご縁ってすごい多いんですよ。ああそうですか。でそんな話をしてて、ね、川原さんロンのマネージメントやってたんですかって言って、うん、僕も今まで財布にロン の、 名刺入ってますからね。ああそうですか。入ってますロンバートって。ちょっとこれロンバート。ああ、うん、懐かしいな。で今日がね、ロンのつながりがあるんですね。ロンがなんかこうつなぎ寄せてくれてるのかなって、これ常に僕持ってるわけですからこの名刺をね。そしたらね、さっきお話ししてびっくりしたんですけど、今日1月23日がロンバートの命日だったんですね。そうなんですよ。今日もう衝撃的ですね。衝撃的。それこそそのロンとのお知り合いのね方のデートナーの方とかと飲んでる時に、うん、ぜひバケットの話してくださいよって話してて、うん、その時にこの日にしましょうってパッと決めた日にちが今日ですね。そうそうそう、ロンバードの命日ですから。いや本当びっくりですよね。ロンが亡くなったのもニューヨークで亡くなったんですけど、うん、ニューヨークでお葬式があったんですけど、たまたま私ニューヨークなんか全然行かないのに、たまたま私ニューヨークいたんですよねその日。で、ロンが亡くなったって、ロンバートが亡くなったっていうことで、はい、葬式どこって言ったら、ニューヨークって。と。今いるっていうね。車でね、40分ぐらいのとこだってね。いやー、本当に不思議なね、感じで。すげーなー。うん。彼は、やっぱ311のね、はい、災害があった時も、私、東京のあるホテルで、ロンとロンの娘と、3人でいたんですよね。いたんですよね。十、うん、何回にいたんですけど、ものすごい揺れて、いいですよね。その時取材をいろんなメディアの取材とかで、そのまあ地震の話とか天災とか戦争の話っていうのをされてたんですね。はいはい、そうなんですよ。ちょっと気になるのはね、ここ最近そのロンのつながりで、まあキクさんはじめね、うん、複数の方はロン知ってると。多分皆さん、ね、僕もね、もう多い気になられてる方、ロンバードって多分ご存じないんじゃないかなと思うぐらいなんですけど。でも、すんごいパワーですよね。まあ、ここに来てね、立て続けにそんな話が続いてる、うん、ロンをご存じの方とご縁をいただくという中でですね、やっぱりロンが一つ強調してたのが、はい、戦争の話。当時は北朝鮮のミサイルの話をずっと言ってたのと、北のミサイル、うん、あと地震の話をずっと言ってたんですね。プライベートでもうずっと言ってたんですよ。なのでなんかこういうご縁があることはすごいハッピーなことだと、のと同時に、まあ、ロンがねなんかを今なんか伝えたがってるんじゃないかなっていうのはちょっとね気にはなるところではあります。ね、僕はどちらかというとそのロンがほら3・1日の時に来てたっていうイメージだと、うん、地震系、うん、なんか今気をつけろっていうね。さっきインド料理屋で昼飯食ってたんですけど、うん、インドの音楽バーってかかってるのにいきなりパッと止まってラジオかなんか切り替わった瞬間に東京に直下、東京は今首都直下地震が予想されています。だからなんたらかんたらで普段から防災の備えをしましょうみたいなラジオにたまたまポーンって入ったんですよ。おう、だそういう偶然から何か読み解くってあるじゃないですか。我々あります。どうもねこの数日ね、なんか豪土星の最後の土曜、冬土曜のエネルギーがね充満してる気がして、だから皆さん本当ね、わらしを持ってる方はねちょっと赤く光ることが多くなったらね、まあ、そういうものにもともと使うものじゃないかもしれないですけど、うん、まあ、防災ということを意識するのもね一つのね、そういう使い方されてる方もいるっていう、うん、そうですね。やっぱこのわらしを見て地震を予知ダイレクトに予知するどうこうというのはもちろんそれは大切なことなんですけど、で一方でやっぱりそのわらしを見た時にその地震
っていうのをキーワードで思い出していただければ、そういう防災でね、あれあったかなとかね、うん、ちゃんとヘルメット持ってたかなとかね、とかねでそういうのにちょっとこう気を配るようなきっかけになればいいなっていうのは思ってて、うん、でうちも私も実家がですね、はい、兵庫県の西宮市っていうところで、家の横で高速道路倒れましたから、もう超非日常ですから。117でしたよね、あれは朝方。家の横で倒れるのってないですからね。いやあ、あれを見るとですね、本当にありえない世界なので、やっぱりやれるだけの準備っていうのはちゃんとしておいた方がいいんじゃないかなと思ってますね。個人的に最近すんごいきますね。だからローンがなんかやっぱ伝えてる。なんかね、気になりますね。まあ戦争有事に関してはね、だいぶそういうちょっときな臭い世の中になってますけどね。これはすごいですね。これは超激レアですね。UFO ディテクターエリア51って書いてあるんですけど、はい、これ実はですね、エリア51のそばの、はい、ショップで販売したんですよ。すごいですよね。これまあうちが売ったわけじゃなくて、はい、アメリカの方から問い合わせがあって、問い合わせがあって、はい、こういうの作ってくれないかと。へえ、ね。ちゃんと英語。かっけー、はい。ということで、これも超レアなんですけど。これ未だに売ってんですかね。売ってないですもん。ええー、もったいない。ずっと売ってればいいのにそこで。ああね、面白いですよ。まあこういうふうな UFO 探知機っていうのをですね。八尾純一さんにご協力をいただいて、はあ、これも2006年ぐらいですかね、販売をしてたんですけど、いよいよですね、はい、満を持してこういうロズウェルロックという、かっこいいロズウェル、今回 UFO 検知機です。 UFO、はい、UFO 探知機じゃなくて検知機と、その言い方にしてるのは何かあるんですか？いや別に何もないです。そのシステムは化けたんですか？違いますよ、今回。違うんですか？今回ね、遅れに遅れてまして、はい、で時間かかってるんです、めちゃくちゃ。これは なぜ、はい、なぜなんですか？なぜかというと、バケタンとは全く違う方式で測定をしているからなんですね。おお、すごい。これはですね、アセンションしてますね。特殊な電波を拾っているのがまず一つ、はい、で二つ目は数列で宇宙人もしくは UFO からメッセージを受けて、はい、そういう0101の組み合わせを知ってる人がいるんですよ。0101の組み合わせっていうのは、その例えば UFO 宇宙人に、まああまり言っちゃうとあれですけど、UFO の、UFO に遭遇をしました、はい、でその UFO から何らかの形で0101のコードっていうのを与えられた人がいるわけですよ、はい、その人がそう書き残してるんですよね、0101。ああ、バッと来たものを書き残してると、はい、で何をしてるかっていうと、これは乱数を出しながら片方でそういうふうな、それだけじゃないですけども、はい、それ以外に意味があると思われる数列の並び、はいね、過去にあったそういう事件の数列の並びと被ると、はい、アラームなんですよね。すごすぎる、これは。すごいですよ。これだから、もともとその UFO に遭遇した人が与えられたコードを元にしてるっていうのはすごいですね。それ以外にも入ってる。それ以外にも入ってる。特殊な状態のそのコードと乱数のその並びっていうのを重ねてみてて、それがシンクロしたときにアラームを鳴らすっていうのは2つ目の機能です。これまあまあその乱数っていうか、そのデータはもう企業秘密的なところですね。そうですね、やめたそう。で3つ目がありましてね、はい、いろんなその UFO に遭遇したときって、はい、携帯電話とか、電磁機器、電磁機器のバッテリーなくなるんですよ。スタートカメラのシャッター降りないときありませんか？あります、あります、あります、あります。ありましたもん、僕、ありました。有明海に取材に行かせていただいたときに、はい、カメラの UFO だと言われるようなものが飛んできたときに、フリーズしました。カメラが降りないんですよ、ちょっと。バッテリーが減るっていうのはよく言われる話で、はい、で、それでですね、これ、通常の状態で使ってて、バッテリーまあこう減ってきますよね、はい。それ以外に異常なバッテリーの減りを示したときに、アラームが鳴るようになってるんですよ。はい、でその3つの組み合わせも全部取り込んだ上で、異常が発生すると赤青緑の、ランプでアラームを鳴らす。はあ、バッテリーの減りでいうと、心霊番組なんかもカメラさんとか、うん、照明さんとかの、はい、カメラさんかバッテリーがすっごい減るの早くなっていますよね。ありますよ、ありますよね。エネルギー取られるのかなんか分かんないですけど、さっきのやっぱポータルの話につながるのかも分からないですよね。30人は幕をかけて網を張って何か異常拾ったらなると。そうです、そうです。なのでこれちょっと後ろに書いてありますけどね、ほらこういう電波数列
変圧みたいなね。本当だ。これで今データをこれずっと取ってきたんですけど、はい、ほぼほぼこれは完成形で、これは実はロズウェルロックと言いまして、形はですね、ロズウェルで見つかった石をテーマに、デザインをリデザインをして作ってます、ね。ロズウェルで見つかった石ですか、ね、あるんですよ。UFO じゃなくて。石があるんです、ロズウェルロックって。それ UFO の破片とされるものとかでなくてですか、ではなくて。で、この石はミステリーサークルですね。まあ、クロップサークル、英語で言うクロップサークル。でも、同じような模様が出現したと。はあ。いうのもあります。これかっこいい。これはもうマニアック、ね。これですね。このモデル、デザインがいけてるし、この形に作るの大変じゃないですか。そうですね。大変ですよね、これ。デザインがね、ちょっといろいろこだわってやってるので、時間かかったりとか、何よりもその今まで使ったことがないような検証方法なので、はい、ゼロベースなので、どうしてもやっぱりいろんな検証とか、準備に時間がかかってますね。これはいつ発売予定の？一応今年には必ず出ます。ただその時期については今まだやってるところなので、しっかりしたものを作ろうと思ってるので、はい。先行予約とかまだしてないんですか？あ、先行予約はねできないんですよね。これ楽しみだな。これは本当に面白い商品です。ますますこれを使ってね、YouTuber の人とかが UFO 呼んでみたとかやるんじゃないですか？そうですね。欲しい。これは絶対もうすごいですよ。なんかちょっと03コードってありますかっていう質問が来てる。03コード、03コードってなんだろう。なんだろうね。いや、わかんないです。わからないです。宇宙人が質問してるのかなと思って、もうちょっと細かく説明してもらえれば。はい、異常なバッテリーの減りの時は来ている可能性があると。これはもうお化けもそうだし、 UFO もそうなのかもしれないですね。そうですね。あとね、変わり種はね、はい、そう、これ初公開、面白い。バケタンもね、これピエゾ素子っていうのがあるんですけど、今までピッピッピッっていうイメージしか皆さんお持ちだじゃないと思うんですけど、これね、音階当ててるんです。ピエゾ素子と。いまいち、音がいまいちでしたね。まあ、分かりやすければね、この色とね、音は、あり振ってるんですよ。音は違うんですよ。色によって音が違う。そう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 。これはあれですか？これも今売ってるやつですか？いやいや、これはね、実験的に作ってる、作ったので、多分将来的にはね、この音と色とがあったような商品で。ああ、これもじゃあ今試作というか。そうです、試作。あとはね、これをね、あ、これも仮で動くんですか？あ、これ動きます。ちょっと見えるようにやっていただいて、ね、これでね、実はロズウェルロックの初めのバージョンには搭載しないですけど、バケタンは将来的に今の通信モードなんですよね。通信モード、スマホに連動するんです。おスマホに連動する。で、こういうのをちょっとね、今いろいろやってるので ということは、スマホでなんかバケタを持っていくとスマホのデータが入ったりとか、どこで何時何分にどこにいるときにお化けに遭遇してるかって分かります。位置情報とかとこうくっついている。そうそうそう。ああ、これはもう画期的ですね。最終的にやりたいのは日本全国お化けマップっていうのをやりたくて、もともとねゴーストレーダーの時もやってたんですよ、サイトで。みんなにちょっとずつ書き込んでもらってね、ここで反応ありましたって。いや、これできますよね。今もできるんですよ。この頃ね、何もなかったから、スマホなかったんで、できなかったですけど。いや、すげえ。今ね、それができるからね、バケタンに今、この機能、今の機能を搭載して、はあ、で、スマホに連動させて、みんなのデータを共有すれば、例えば、渋谷のハチ公にね、夜中の3時に、ものすごい反応があったよとか。うんうんうん、ね、今日は例えば浅草寺に行ったら青く光ることが多いよとか、はあ、ひょっとしたらパワースポット見つけてたりとか、幽霊、心霊スポット見つけたりとかできるかもからない。いや、今パッと思ったのが、そのあやふやな証言ベースじゃないじゃないですか、うん、スマホと連動してれば。そうするとポケモン GO じゃないですけども、うん、いろんなところに動いていろんな人が反応していくと、昭和の頃からでもいいんですけど、我々が言われている心霊スポットという場所がやっぱりそうだったんだっていう結果が
ザーってこう可視化できたら、そうそうそう、めちゃくちゃ面白いですよね。面白い、面白いです。で逆に全然関係ないと思ってたところが実はすごいパワースポットだったりとかね。なるほど。あ、パワースポットの方も撮れるわけですよね。うん、そうですね。面白いですよね。パワースポットって歌ってるところが心霊系だったりすることもあるかもしれないし、そう、それ面白いですよね。可視化することによって驚愕の結果が出ちゃうんじゃないですか、これ。これは新たなスタンダードが生まれると。ロズウェルロックはね、このロズウェルロックに関してっていうのはアメリカでもしっかり売っていこうかなというふうに思ってます、ね。はい、UFO は目撃されたことは、うん、あります。あります。ちょっといくつかのケースを聞かせていただいていいですか？そんなにいっぱいあるわけじゃないんですけど、はい、衝撃的だったとか一番印象に残ってるのって、小学校の時ですね。小学校5年の時に、はい、校舎、まあ、外でみんなで遊んでたんですけども、はい、校舎の上のところに銀色の円盤がもうはっきり出て、でそれを何十人見て、一緒にみんなで見て、で先生呼びに行ってみたいな感じ、先生も見て、おーみたいな感じであったのはすごいはっきり覚えてますね。あれ、校庭の上によく出るって何なんですかね。わからないですね。そのケース多いですよね。あ、そうなんですか。も僕もその小学校の時にあったんですよ。こう白いものがなんかこうガシャン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 、トランスフォーマーみたいな形で動いてて、すごいですね、明らかに動いてるんですよ。でも僕はフッサの横田、米軍横田基地のそばに住んでて、うんうん、飛行機がガンガン通るところの学校だったんで、はい、その騒音が鳴るから、窓ガラスも子どもの耳のためにこう二重にしてるぐらいの、うんうん、そういうよく上に何かが飛んでるっていうのは当たり前だったんですよ。だからなんか米軍の、うん、なんかなのかなって思ってて、ね、みんなも遊んでるし、うん、それを見てたやつもいると思うんですけどね、うん、でも別に騒がない、うん、で今思えば、いやあれ完全に飛行機じゃないでしょ、すごい、ガシャンガシャンガシャン、ウィンウィンみたいになってて、それはいやでも あこれまたこういうなんか横田がやってんだなぐらいの認識です、うん、だんだん年取るごとに、いやあんなもん今までどこでも見たことないよみたいな、うん、そうするとなんか何なんだろう、なんかこういうことをやるようになってるのも何かの意味っていうか、こう導きが何かどっかであるかもしれないです。なんかやっぱり変形する UFO っていうのは実際あるみたいですね。サイズが変わったりとか、やっぱりそれもやっぱりポータル考えて違う次元から来てると考えると、形状が変わったりとかサイズが変わったりとか、例えば一例挙げると、日本では甲府事件っていうのがありましたけどね、はいはいはい、あれもブドウ畑でしたっけ、はい、そう考えてもあのサイズの中に入らないですよね。そうですよね。でもその時サイズが変わったって言うんですよね。でそれってあり得る話だなというふうに思ってて、トランスフォームするんだ、全然サイズも変わるしのかもわからないですよね。電磁波がなんか残るって言いますよね。エネルギー的に、あれは何なんですかね、我々のその動力源と全然違うんですかね。なんか最新の UFO の研究では 1.6GHz の、はい、その電波に関連をしていると言ってる人もいらっしゃるので、やはりそのね、電磁波的な部分っていうのはなんかあるんでしょうね。昔からいろんなね調査をしてても必ず出てきますからね。お化けもお水と電磁波が関連してて、水が汚いところとかによく出たりとか。お化けはね、もう大体共通してますよね、心霊スポット行くと。そうなんですか。水分があるところも、これも一番ですよね。水があるところ。湿気も含めてですか。そう、湿気も含めて。はいはいはい、で空気がよどんでるところ。ね。で、あと、何だっけな。空気がよどんでるところ、湿気があるところ、あと、ほこりが多いところか。ほこりですか。ほこりが多いところ。へぇー。はね、大体ね、だから地下室とか多いですよね。それ埃は何なんですかね。わあ、なんかやっぱりあれじゃないですか。雨が降る時もそうですけど、雨って純粋に水分だけじゃならないじゃないですか。雨にならないじゃないですか。はいはい、やっぱり必ずそこの埃みたいなものがあって初めて水がついて雨になると。それを考えると、やはりその霊現象も幽霊っていうのが存在するためには何か一つにコアになるようなものがあって、その周りに何かデータとかエネルギーとか集まるのかもわからないですね。ね、面白いな、ね、あ、そうそう、 UFO といえばですね、はい、もう一つあります、衝撃的な、はいはいはい、ね、1994年ぐらいだったと思うんですけど、はい、その頃ね、ラスベガスでね、コムデックスっていうショーが
あったんですよ、はい、コンピューターの小学って、ね、はい、で毎年行ってたんです。あ、毎年行ってたんですか。仕事の関係で行ってたんですけど、はいはい、でその時に、まあ、エリア51があるということを知って、はい、ラスベガスから遊びに行こうぜということでアメリカ人2人と私とで、はい、オープンカーに乗ってビャーっとこう行ったわけです。遠いんですよ、それが。エリア51。遠いんですよ、ラスベガスから。あそこ行くと危ないって言いませんか。危ないですよ。危ない経験もしたんですけど。まあ、でね、行ったのはまあいいんですけど、遠いだけじゃなくて、で、まあ、その観測してるわけですよ、ずっとね。UFO。UFO をまあ見てるわけですよ。はいはい。だから、UFO を見てたんですけど、まあ、何もないね、みたいな。もう、シーンと静まり返っててね。はい。で、3人が、こっち2人がこっち向いてて、1人は向こう向いてるわけですよね。はいはいはい、その時にね、本当にびっくりしたんですけどね、上からスポットライトをドーンと当てられたんですよ。ガーンってもう、あの3人いるところの、もっと、まあ、もっと大きいですけどね、スポットライトっていうか、あのライトをガーンと当てられたんですよ。はい、音何もしないですよ。何も飛んでないんですよ。何も飛んでないんですか。何も飛んでない、見えないですもん。で、それでショックを受けて、と思って。こうめちゃくちゃ怖いですよね。あの X ファイルのあの映画みたいなやつ。で、そのうち反対向いてた人間が何を言ったかっていうと、はい、バックファイヤーが見えたんですよね。バックファイヤー。戦闘機のバックファイヤー。で、音しないんですよ。でもバックファイヤー見えたんですよ。で、その時衝撃的で、どう考えてもね、数十メートルぐらいの上じゃないと、そんなね、大きなそのライトってこうバーンと当てられないわけですよ、至近距離で。で、やっぱりバックファイア見えたっていうことは、通常の、まあ、戦闘機の改造をしている、要はその今よく言うじゃないですか、重力コントロールができるような UFO。人工 UFO ってことですか？重力コントロールをするような UFO でもなく、通常の戦闘機でもなく、なんか間のやつかなと思うんですよね。で、あそこって今いろいろ実験してるやつって、はいはいはい、20年後ぐらいに実戦配備されたりとかするんですよ、普通に。はー、なので我々見てるのって1990年代の半ばか後半に 見たものっていうのは多分その20年後2010年とかなんですよね。でその時に本当にショック受けてね、でいろんな人にちょっと話聞いてみたんですけど、多分下から見てね、上の映像をあの例えば LCD パネルを全部貼って今あの透明マントとかでもあるんですけど、はいはい、向こう側の映像を下から見た時に向こう側の映像をここに映すことができれば、はい、あの擬態をすることができて、はい、見えないようにある程度できるんですよ。あの飛行機なんかでもその周りの周辺の環境のあれを映像取り込んで、そうそれ空と同じようにするってことです。だから飛んでるとは見えないんだけど実際飛んでるっていう、そうです。それまず一つできる。はいはいはい、でもう一つはノイズキャンセリングっていう技術があるので、エンジンの音を極端に小さく、ゼロにはできないでしょう、はいはい、極端に小さくすることはできる可能性があると、はい、ただそれが実際に実用化されて使い物になるかどうかは分からないけど、実験レベルではありえるねという話は、その航空関係っていうか、まあ、その実際実は兵器というか戦闘機作ってる仲間ってか知り合いがいるん で、はい、でチラッと聞いたんですよ、はい、できるんじゃないのみたいなこと言われて、なるほどなと思ったんですけど、その時の衝撃はすごくて、次の日行ったんですけど次の日見なかったですよ。あ、次の日行ったんですか。勇気ありますね。いやいや納得いかなかったので3人でまた行きました。何にもないのに光だけバーンってスポットライト照らされるってことですか。びっくりしましたね、あれだけは。でもこれはもう当然ながらエイリアンというか宇宙人の何か想定される UFO の可能性もありますもんね。まあちょっとはいろんなね、あのエリア51に関していろんな噂があるし、実際マッカランっていうね、ラスベガスの航空あの空港があるんですけど、はい、そこに目隠ししたあの飛行機本当にあるんですよ。でそっから目隠しした飛行機ってどういうことですか。あのシールドしてて、あの席が見えない。え、席窓あるじゃないですか、はい、窓全部シールドしてるのに見えない。おお、飛行機がシャトル便で飛んでるのは間違いないです。実際見に行ったんですよ。はいはいはい。で、車もね、駐車場に入るときに、その軍の、ね、みんなあの車掌っていうか、軍のステッカーをつけた車だけがザーッと入っていって、そこからシャトル便ピュンピュンピュンとこう飛んでるのは間違いないので、あそこには軍の関係者がいて、上だけの、あのね、ファシリティというか、その施設だけでは足りないので、多分地下に何かがあろうというのは、ほぼほぼ。間違いないでしょう。でもこれを我々の人間の最新の科学の何か最新の軍事兵器とか
を作ってるだけじゃないと思うんですよね、僕。うん、宇宙人とかエイリアンからの、そのさっきの高度な話じゃないですけども、何か、そこは通じてて、情報を与えられてたりとか、密約があって、取引があって、作られてるものとか、例えば電子レンジもロズウェルに落ちた UFO の原理から開発したなんていう。そうですね、リバースエンジニアリング、半導体もそうですけどね。あ、そうです。半導体もそうなんですね。リバースエンジニアリングっていうね、話はいろいろありますから、分からないですよね。エイリアンの技術ですよね。うん、そこが融合している場所だから、行くと結構怖い、本当に行方不明になる人とかいるって言いますよね、エリア51とか、入り込みすぎると。エリア51はですね、危ないです。ここではちょっと言えないですけど、身をもって体験してますんで、皆さん、行かない方がいいです。その時じゃない時にもまた行ってない。別の時に何回も行ってますから。怖い思いしたんですか？はいはい。違う意味で怖い思いをしますので、やっぱり警備が厳重なので、皆さんね、無理なことはしたらダメです。本当狙われるとかって言いますもんね。そうですね。心霊体験ってすごいのしたことあります？すごい雑な聞き方で申し訳ないですけど。心霊体験はね、富山の方のね、富山、はい、ホテルで、まあ何ですかね、仕事で行ってたんですよ。別件の、IT 関係の仕事で向こうの方に行ってて、はい、泊まるところがなくてね、当日になってホテル取ろうということになったんですね。はい、で何人かで行ってて。でホテル取ったらいいんですけど、なんかもう見た途端にね、ちょっと歪んで見えるんですよね。あ、歪んで見える思いません？なんか心霊スポットとかダメな部屋とかって歪んで見えたりとかするんですよね。人も僕、顔が見えづらい人っているんですよ。はい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 、こう見てるんだけど見えないとか、はいはいはい、視線が合わないっていうか、あ、それそれそれ、やばい状態の人ってそうですよね。多分自分でそういうのって第六感じゃないですけど、ね、合わせないようにしてるのか分かんないですけど、あの人が見えてなかったなって思う時あるんですよ、うんうんうん、あります、はい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 、でそういうね、建物見た時にこれはいかんなと思でももう取ってもがないし、ね、いや予約してるんですよ、ね、はいはい、でまあとりあえず部屋入って、でまあ露天風呂があったんですよ、はい、で露天風呂があったので、まあ風呂入ろうよと、岩風呂だと露天風呂だといいねと、はい、まあ、みんなで入ろうということで、その時5人ぐらいいたのかな、はい、で入りましたと。で露天風呂なので一番端っこのところに、まあ、私一応先輩なので一番、はいはいはい、入ったわけですよ、はい、でこうやって入ってたらね、後ろがね、この辺からお客さんって声かけられた。うわ、心霊現象のやばいやつって近距離なんですよね。怖っ。近距離は困りますよね。この辺からいきなり岩風呂ですもんね。後ろ何もないですね。お客さんって言われてね、はい、と思ったわけですよ。はいはい、立ち上がったね、はい。岩風呂のここの下がね、崖みたいになってます。何もないってことですか？それで、飛び出してね、飛び出しましたよ、さすがに。たーっと飛び出して、周りにいる人らには聞こえてないんですよね、その声。川原社長だけが聞いてるだけ。なので、まあ、彼らからすると、奇妙ですよね。いきなり風呂入ったと思ったら飛び出してるから。で、まあまあ説明をしてですね、もう気持ち悪くなったので、もう一旦出たんですね。でも納得いかなかったので、また戻ってきたわけですよ。そこのチャレンジ精神がすごいですね、毎回。エリア51もそうだし。写真撮ったんですけど、やっぱりまあ、俗にオーブって埃だとかいろいろ言われるんですけど、はっきりね、一個だけね、中に顔みたいなの見えるようなものがはっきり写って、これやばいなと思ったことがあって、やっぱり声かけるときは近距離はやめてほしい。あれは怖かったですね。心霊写真って何だと思いますか、川原社長からしたら。心霊写真。たまたま、じゃない、本当にオーブが出るときってあるじゃないですか。僕がすごい衝撃的だったのが、福島の宿でユリ・ゲラーがスプーン投げしてくれたんです。ユリっていろんなもう諸説入り乱れる、もちろんサイキックだけれども、疲れてる時とかめんどくさい時はいろいろこうやる時もあるんだみたいな話を聞いてたんですが、もう明らかにすごいんですよ。でその時に撮ってる写真にことごとくオーブが写ってるんです。ユリがスプーン曲げしてる時の写真にオーブがバーって写ってて、もう現像が終わってそれを見た時にやっぱりもう全然違うんだなって。ユリ・ゲラーの話はですね、面白い話を聞いたことがあって、はい、私は今、八百井さん、
マネジメントさせていただいてるんですけど、ユーザーにもやってるんですよ。で、その八百井さんから聞いた話だと、はい、あのユリギラーってテレビで出てるのはあのこう演出で時間引っ張ってると。ほうほうほう。実際起こるのって一瞬で起こってると。で、ある時に彼がテンション上がって、ね、どっかのね、テレビやったっけな、ロッカーが横にずっとあるところを、あの彼テンション上がってて、八百井さんと歩いてたんですって。はいはい。なんで、今からやるよっつって、って言って、シューってやったら、全部そのロッカーの鍵がぐにゃぐにゃに曲がったんです。本当に曲がったんです。それ撮影も何もしてないから、関係ない時なんですよ。関係ない時にそれを全部。もうホテルで触らずに、ガーってやって、ガーってやって、ホテルの鍵が、そのロッカーの鍵が、ロッカーの鍵がぐちゃぐちゃになったんですって。で、それを見て、お前どうするよみたいな感じで、八百井さんが怒って、いやいや、しょうがない、勝手に曲がったし、証拠がないし。すげえ。とりあえずは収まったらしいんですけど、そういう、やっぱりこう、なんていうんですかね、見せてる部分と、これも奇妙なんですけど、見せてる部分と実際に、そういう能力が本当にあるかもしれない部分とっていうのがね、よくわからないですよね。だから本当はもう一瞬でできるぐらいのサキ君の力があって、うん、あのまあすごい念力があるんだけど、エンターテイナーとしても一流ってことですよね。そうですね。で、まあ、あの某超能力者の方で、私も講演させてもらってる人なんかは、はい、スプーンめちゃくちゃ曲げるんですけど、一緒にアメリカ行って、はい、あのスプーンガーッと曲げたりするんですけどね、この持った時にね、もう色がシュパーンと変わるんですよね、ここのところ。その瞬間になんです。だ一瞬なんですね。変わってるんですよ。でもやっぱりこう曲がれ曲がれみたいな的な話になるんですけど、はあはあはあ、もうすでにもうできてるやんみたいな。だからそこのところがね、すげえ。やっぱよくわからないっていうのは正直なところです。いやでもなんか本当に一瞬ではいはい終わりだと、まあそれこそ見せ物にならないって言ったら変ですけど、うん、まあできてるんでしょうね。八百井さんはそう言ってましたね。あの時間引っ張らないと絵にならないからね。僕かってるかまあでもそれをする意味もそこまであるのかなとかも思ったりもするし、よくわからないっていうのは正直なことです。ただ自分は見ましたっていうのは。すげえ、なんかわかるんですけど、ボクシングとかでも1ラウンド、うん、2ラウンドで倒さないでくれとかよく言うじゃないですか。番組が持たないからじゃないか、はいはいはい、あれのなんかね、はいはいはい、ちなみにまあその今お名前は出されてないですけど、うんうんうん、某スプーン曲げをされる能力者の方、はい、うんの逸話で僕聞いたことがあるのが、僕の知り合いの芸人さんが、うん、ある社長さんと車に乗ってて、そのある社長さんが車の電話でその能力者の方とお話ししてるんですって、うん、なんかちょっと行き違いがあったらしくて、うん、ちょっとまあ喧嘩めいた感じの流れになってて、うん、そのスプーンを曲げる超能力者の方が電話の向こう側で、そう、俺を怒らすとどうなるか今から見せてやりますよって言ったんですって、うんうん、そしたらあの雨が降ってる日でも何でもないのに、その社長さんと芸人さんが乗ってる車のワイパーがバーってこういきなり動いたんですビビりビビりますね、本物だこれはビビりますね、もう遠隔で、あるんですよね。パワーなすごいパワーありますもんね。なんかね、幽霊も見えるって言ってました。見えるけど、あの僕の担当じゃない、要はそのね、取り上げられてるのは違う超能力として取り上げられてるので、はい、幽霊はやっぱり別にね、担当の人もいるじゃないですかなのでそこは僕はあの見えるけどあの言わないっていうのは言ってたりとかね。すごいな。いい人ですよ。いい人なんですけどね、なかなかパワーがね、よくわからないね。こんだけ長いことね、この業界にいてもわからないことばっかりで逆にそういう疑問が増えてくるというかね。またちょっとあの、はい、ぜひあのさらなるいろんな話をちょっと、はい、今度聞かせてください。はい、じゃあ最後に、はい、今現行で購入できる商品ということだと、はい、このバケタンの剣ですね。あとわらし、それと守り玉もそうですか。はい、この辺売ってますんで、はい。ね、ツイッターの話もしてもいいですか。はい、はい、バケタンのですね、公式ツイッターっていうのがございます。はい、アットマークバケタン2018、はい、アットマークのバケタン2018の公式ツイッターがありますので、そちらの方でもいろんな情報を発信してたり、ご質問とかあれば何でも聞いていただければと思います。何分全然わからない商品なので、どんどん聞いていただければお答えさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。
概要欄の方にね、あのリンクを貼らさせていただきますんで、ぜひ そちらからね、マケタンの公式ツイッターの方もフォローしていただいて、最新情報をチェックしていただければと思います。はい、持ってます。ありがとうございます。持ってます。持ってるっていう方が結構多いんですよ。ありがとうございます。気がついたらテレビで鬼太郎やってる。すごいシンクロだね。こんなお化けの話してて。鬼太郎って今やってんですか？やってるね、アンテナが立ったんだ。アンテナ立ってる。自分も心霊体験したんで分かります、うんうん。未体験の人には全く理解されない。そうなんですよね。うん、しょうがないですね。鍵大損害笑いみたいな。うん、ありがとうございます。賠償責任がどうやらどうやらという話までリアルに出てたらしいですからね。社長の好奇心が旺盛、うん、トマさんね。うん、うん、あ。黒い服の人、ね、メンインブラックの話。そう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 。野生先生も狙われたそうですよね。ああ、有名な話がね。衝撃的な遭遇をされたんですね。うん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 。ライブ参加できて嬉しい。ゴーハチオレンジさん、ありがとうございます。うん、希望と絶望の破天荒精神があると。社長には画期的なアイデアですね。いやいや。異次元リレーションシップ。もうね、この年までこのまま来ましたからね、もう突っ走るしかない、ね。いやいや、すごい。本当ね、楽しいですよ。こういう夢を追い、子供の頃の夢を追いかけて。今から方向性変えられないですからね。昔のね、IT 関係のメンバーはね、みんなリタイアしたりね。もうすごいでしょ。もったいないですね。豪邸に住んでリタイアしたりとかしますよね。いやいやいや、そう追いかけない。バケ探してますからね。それですよ、やっぱり人に必ず終わりが来ますから、この根性の。どれだけ根性の使命で。まあ今楽しんでますからね。そういうことね。うん、ああ、はい、世界中のね、人がバケタンを持って、うん、いろいろね、こうデータでやる日が。もうそこまで遠くない時代が、うん、確信しました。今日のお話いろいろ聞かせていただいて、ソリッドアライアンスの川原社長、はい、いろいろ楽しいお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。